宇野の吉9月27日から1988年1月9日は日本の俳優、演出家、映画監督。本名は寺尾忍。宇野は第二次世界大戦前から戦後にかけて長く演劇界をリードしてきた名優の一人であり、滝沢治村と劇団民芸を創設した。ひ々とした風貌と軽妙な演技を持ち味とし、五道を待ちながら、 ユーズルなどの舞台に出演。演出家としても多くの作品を残しており、リアリズムを基調とした近代的な芸を追求した。映画、テレビでも活躍し、主な映画出演作に、愛妻物語、第五福竜丸、金冠色など、映画監督として4本の作品も発表している。宇野重吉の芸名は、中野重治と鈴木美恵吉に由来している。長男は、 俳優、ミュージシャンの寺尾明。1914年9月27日、福井県阿蘇郡家、門司村に生まれる。聖家は、農家で裕福だったが、4歳の時に、父が亡くなるとカウンが傾き、母に連れられて、福井市に移った。旧姓福井中学に進学するが、学士が続かず3年の1学期で中退。横浜で巡査をしていた実を頼ってくが、 大不況のため、仕事がなく、一旦福井に戻って、姉の根下の旗屋で働く。そのうち上京して、早稲田公主学校を卒業。この間に、マルクス主義の影響を受け、日本大学芸術科に入る。築地小劇場に通って、プロレタリア演劇に感激する内芝居の世界に入ろうと考える。1932年。 プロレタリア演劇研究所に入所し半年後の1933年5月に、滝沢治久保久志らの東京左翼劇場に参加する。同年、木村外次監督の、川向の青春で映画に初出演する。1934年、新京劇団の結成に参加、どん底のペペル、火山灰地の泉次郎の演技で評判を呼ぶ。 1940年8月19日、治安維持法違反で投獄されるが、1942年からは、日本移動演劇連盟加盟の水保劇団を、組織して、全国の農村漁村を巡演する。1943年に王将し、ボルネオで終戦を迎えた。1947年7月28日、 滝沢、清水正らと第一次民主芸術劇場を創設し1949年に劇団内の対立で解散した後、1950年12月22日に劇団民芸を創立してその中心的指導者となり、俳優座、文学座と並ぶ代表的な新劇団に育て上げる。モットーは芝居で飯の食える劇団。舞台の代表作に、 五道ちながらのウラジミール、ユーズルの余表のほか、我が魂は輝く水なり、タナトロジー、エレジーなどがあり、1959年の運命からは演出家としても活躍し、三人姉妹、イルクーツク物語、四五戦の祭りなどを上演している。1971年には、劇団は創立者だけのものであるという劇団一大論を発表して、 演劇界に衝撃を与えた。愛妻物語右は、音は信子。人生劇場暴望編三周キラコーの撮影現場。左は、原作者の尾崎志郎。うのは、戦後から映画にも多く出演するようになるが、本格的な映画出演は1948年の、吉村幸三郎監督、我が生涯の火が焼ける日で、 翌1949年の木村慶吾監督、知人の愛が映画初主演となった。一連の神道兼戸監督作品に出演しており、神道のデビュー作、愛妻物語や第五福竜丸などに主演した。真面目で善良で庶民的な人物を演じることが多いが、山本札夫監督の金刊職では珍しく悪役を演じている。この時、 宇野は悪役らしくするためにラングイバの付け刃をつけ、出っ歯にして役に挑んだ。また、1954年に制作再開した日活が五社協定の締め出しによって、出演俳優不足に悩んでいた際は、民芸と提携契約を結ばせ、多くの劇団俳優を日活映画に出演させて、宇野も多くの日活映画に出演した。 石原裕次郎との友情はこの時代から裕次郎の死に至るまで続いた。1956年には、病才物語ややに、意図式で映画監督業にも進出し、我は、海の子、幸せは、俺らの願い、祈王島と計4本の作品を発表している。 1985年9月からは、宇野十吉一座を立ち上げ、気軽に芝居を見に劇場に来られない地方の人のために、全国縦断の地方公演を始めた。木下淳二作、三年寝太郎などの民話劇を上演するが左肺をガに侵され、1987年3月に摘出手術を受けた。5月に退院後、医師の反対を押し切って6月の大阪。 平方市での公演から舞台に復帰した。天敵を受け、幕合いで酸素ボンベをしながら地方公演を終わらせた。同年12月には三越劇場で自ら演出の馬鹿一の夢に主演するが、これがうのにとって最後の舞台となった。1988年1月9日、正午、うのは肺がんのため、 東京都渋谷区の榊原記念病院で死去した。73歳遺没。2月10日に、青山葬儀所で、宇のの民芸葬が行われ、滝沢治が、葬儀委員長を務めた。怒りの街、愛妻物語左は、音は信子。原爆の子右は、奈良岡智子。第五福竜丸左から一人おいて、稲葉義夫、宇野。松川事件左から浜田虎彦、宇野。 薄い健、太地は、キネマ順法ベスト10にランクインした作品。ありがとうございます。